父谷野ギムレット、母カレンバレリーナ、牝馬関西、武秀則厩舎入厩予定。全体に丸みを帯び、腹袋がどっしりしてきました。馬体に伸びも出てきて、非常にゆったりした作りになってきました。クッションの効いた歩様は柔らかく、芝が合いそうな動きをします。古川氏は芝の中距離で活躍した兄ブライトボーイにますます似てきましたと語っており、活躍の舞台のイメージも鮮明になってきました。遅い生まれのため、今後さらなる成長も期待できそうです。